ふう、ラカフェは、鳥取県中部の広域連合である、鳥取中部ふるさと広域連合が2010年に開設したアンテナショップである。当初、管理運営を、倉吉市に拠点を持つ、任意団体、新産業共通基盤に委託していたが、2012年4月より、新産業共通基盤が運営を実施継続している。店舗は、パープルタウンの1階にある。 鳥取県中部エリア産を中心とした食品、加工品等約350品目を厳選した地産品ショップはギフト利用も多くなっており、地産品の付加価値を高める役割を果たしてきた。またオンラインショップも人気があり、ウェブ専用商品である鳥取の旬の野菜セットは首都圏を中心とした定期購入者が増加し続けており、地方の農業、 野菜生産現場を勇気づける事例として注目されている。可愛らしい外観で商品一つ一つが大切にディスプレイされている。鳥取県中部エリア山中心の産品を約350種類扱っているほか、中部エリアの洋菓子店が月替わりでケーキ等のスイーツを販売するコーナーが人気を博している。また店内において地元のミネラルウォーターが無料で試飲できる。 ウォーターサーバーが設置されているほか、試食コーナーも併設されており、店内で地産品を試食することが可能となっている。店内の試食コーナーでは、事前に登録した主婦層中心の在宅モニターが月に2回程度集まって商品を試食し、意見を述べ合うおしゃべりカフェが開催されており、生産者、事業者等の商品提供者へ集計した意見を、 フィードバックするシステムがある。また、オンラインショップでは、ツイッター、フェイスブック等のソーシャルメディアを活用して消費者の声を収集するモニタリングシステムがあり、IT 分野からも先進的な取り組みとして注目を集めている。ありがとうございます。